はい、こちら天童探偵事務所です。ただいま創立1周年記念特別セール中で、なんと調査費が、はい、天丼3つ、こちら天童です。はい、忙しそうだな。昼間からビールとは。朝だか、いつの間に入ってきた。事件の調査ですぐ近くまで来たもんでな。探偵はうまくいってるか。まあね。刑事の目で見るな。弱い癖してアルコールに逃げるなよ。うるさいね。戻ってこい。どこに。探偵として成功してるとでも。やめちゃうんですか。お前は刑事が向いてるんだよ。やめないでください。え？あ、ご依頼でしょうか。はい。お客さんだから出てった出てった。はい、ちょっと。はい。で、どのようなご依頼でしょうか。探偵さん。はい。探してください。何を。帽子です。帽子ですか。帽子。お名前伺ってもよろしいでしょうか。わかりません。わかりませんか。そうですか。お住まいはどちら。本当に辞めるのか。ああ。辞めてどうする。考えるよ。これだけは言っておくけどな、お前のせいじゃない。はい、天童探偵事務所です。ただいま創立1周年記念。大家さん。はい、分かってます分かってます。今月末までには必ず。すいません。趣味なんですか？写真。趣味かもしれません。帽子ですよね、探してるのは。はい。特徴とかありますか？色とか。ホワイトです。ホワイトですか。ホワイトね。お花があるんです。お花ですか。お花ね。ところで、あれ？
そりゃからかわれてんだよ。やっぱりそうかな。名前もわからないんだろ。どっかで見たような気もするんだよな。いくら暇だからってな、そんな依頼受けるなよ。でもなんで写真を置いてったんだろう。ん？ここは？その付近にいたんだよ、彼女。現場周辺に似てるな。あの顔か。え？ああ、そうだけど。1年前に起きた死体遺棄事件だ。お前が探偵始めた頃じゃないか。名前はまだ思い出せませんか？生まれはどちらで？綺麗なところでした。ところで、どうして私の事務所で？忘れちゃったんですか、探偵さん。何してんだ一人で。あれ、依頼者は誰のことだ。ここに女性がいただろ。は？大丈夫かお前。浅田こそ何してんだ。調査してるって言っただろ。ここが死体遺棄現場だ。死因は首を絞められたことによる窒息死。別の場所で殺され、あの場所に埋められたと判断している。また写真か。どこだそこ。わからない。どこかで見たことがあるような気はするんだけど。その目、刑事の頃のお前だな。そんなわけないだろ。勝手な行動はやめろ。署に戻れ。戻るんだ天童警部補。
ビール飲んでましたよね。そうだったね。なんだよ、急に呼び出しやがって。遺棄事件の被害者は女性か？言ってなかったか？30代の男性だ。身元も確認されてる。男性か。それが聞きたかったのか？犯人は？未だほとんど手がかりがなくてな。そうか。例の依頼者と何か関係でもあるのか？彼女と以前に会ってたんだ。ほう。いつ？事務所を始めた時だと思う。なんで今になって依頼に来たんだ。わからないよ。まったく変な女だな。顔見てみたいもんだぜ。見てるだろ、お前が久々に来た日だ。うん、あの日か。そういやお前いきなり俺を追い出しやがってるな。いきなりってその女性が来たからだろ。お前も見ただろ、そこに座ってたの。誰も来てないだろう。依頼受けたのってあの日の後じゃなかったのか。探してください。ここが死体遺棄現場だ。帽子です。綺麗なところでした。浅田か、ちょっと手伝ってほしいんだが。探偵さん。はあ、確かに私は探偵ですが、今日オープンしたばっかりで、てか、なんでそれを？拾いました。あ、そうでしたか。すいません、どうも。何でも相談できるんですか？それが探偵です。まさか本当に遺体が出てくるとはな。一体誰なんだ。調べてほしいことがある。今日北海道から上京してきたんです。今日北海道から。東京は初めてなんですが、自然も結構あるんですね。まあ、あるところにはある感じだね。本当ですか？私東京の自然撮りたいんです。この辺りならあっちの方行けば川が流れてるよ。そうですか。じゃあ行ってみますね。気をつけてね。困ったことがあったら相談に行ってもいいですか？ああ、もちろん。ぜひ天童探偵事務所よろしくお願いします。はい、チーズ。探偵さん、ありがとう。被害者の身元が分かった。
お前の指示通り、今から1年前、この事務所が開設した日に北海道から上京してきた女性を調査した。それで該当者がいた。名前は佐野冬美、当時24歳、北海道出身だ。佐野冬美、両親は病死していて他に親族もいなかったようだ。こっちでの交友関係もないせいで捜索願いが出てなかったんだろう。そうか。死因は打撃による失血死、例の死体遺棄事件と死亡推定時刻が近く、かつ遺棄現場がすぐ近くであることから同一犯の可能性がある。しかし犯人特定の材料は出てない。遺留品にカメラはなかったか。カメラ、いや、なかった。そうか。カメラは犯人が処分したと考えるのが妥当か。やっぱり刑事も失格なら探偵も失格かね。どうしてですか？刑事も探偵も失格なんですか？僕が刑事だった時、同僚の女性が監禁される事件が起きた。僕はその事件の担当でね。で、結局彼女は死んだ。救えなかったんだよ。それで刑事を辞めたんですか？まあね。それで探偵を始めたんだけど、それも終わりかな。どうしてですか？僕が川があるなんて言ったから。教えてくれて嬉しかったです。忘れていてごめん。思い出してくれたじゃないですか。見つけてくれたんですね。汚れを落としきれなかった、ごめん。ありがとうございました。カメラは無事だったんだね。はい。じゃあ、さよならです。探偵さん。さよなら、佐野冬美さん。捕まったぞ。この写真が決定だとなった。Thank you.
犯人が死体を埋めた日とこの事務所が設立した日が同じだったわけだ。そうなるな。で、その日の夕刻、お前が公園で、佐野冬美と会った。そして佐野冬美は川へ行った。俺が教えたんだ、あの川を。川に夜までいたようだな。写真を撮っていたんだろう。そして犯人を目撃してしまい殺害され埋められた。1年もの間発見されずにな。しかしだ天童、この一件上司にどう説明すりゃいいんだ。幽霊が教えてくれたとでも言えっていうのかよ。事実だからしょうがないだろ。結果的に犯人が白状したからよかったものの、本来ならお前が一番の容疑者だぞ。そうなるな。お前な、俺がどんだけ署で苦労してたか分かってないだろう。そもそも俺が協力してること自体でしょ。お客さんだから帰った帰った。もう客なんていないだろう。そうか。え？まさか。俺は知らないからな。じゃあな。ご依頼内容をお伺いします。